お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日もですね、はい、こちら負けたらアカウント削除やっていければいいなと思います。だけど今ね、1200です。トロフィー1200で、ユニレベがね、ぶっ壊れてます、僕。で、次かな、あと100トロフィーあげると、このね、呪文の谷、マジアチャがね、僕欲しい。もうマジアチャで無双したいんですよ、このトロタイを。なので、ちょっとね、今日100トロフィーあげて、ちょっとね、宝箱も引きつつ、かな、多分セールがね、なんかあるんですよ、多分。その、一つアリーナが上がるたびにセールがありますので、ちょっとね、はい。マジアチャ、今日はとりあえずもうマジアチャを目標にね、よろしくやっていきます。そして、このエヒママのスタンプを、ちょっと手に入れましたね。僕の唯一の、初めてのスタンプですね。このニワトリのスタンプは、メールアドレス、スーパーセルアカウントっていう、スーパーセル ID と、なんか関連付けるみたいなのすると誰でももらえますので、ぜひね、持ってない方は、手に入れた方がいいのではというような感じです。さあ、今回手はネクロ、ベビドラ、ゴブリンバレル、なんかね、まあスーパーレアを入れとけばとりあえずなんとかなるみたいなトロ隊です。まあウルトラとかもね、持っとけば入れとくなトロ隊なので、基本的に対戦相手はやっぱネクロ、ベビドラとか、まあプリンスとか、まあ、スケルトン部隊とか、まあ、そんなね、感じのユニットが多いトロタイですね、今は。よいしょ。さあ、一本早速、追っていくー。まあまあまあ、まだね、負けそうになる場面が、まあ、ここ最近、だんだんなくなってきてるんですよね。まあ、ちょっと前まで、だから初めの方はね、結構、よぼくねっていう、なんかユニレベがもう2個とか、高いやつおるじゃんとか、なってたんですけど、気づけば、僕の方が対戦相手よりユニレベ高くなってるっていうね、状況です。よいしょ。さあ、プリンス、マスケで、まあ、これは取れたんじゃないかなというわけで、まあ、軽くね、ルールの確認をしますと、動画内でしか対戦はやらないようにしてますね。動画外で負けてたのを僕が隠蔽するっていうね、はい、可能性も、まあ、ゼロではない。ゼロではないので、はい。動画内でしか対戦はしません。まあ、履歴屋なんでこんな感じですね。前回の履歴があって、みたいな。まあ、そんな感じで。で、二つ目は、課金は、セールとクラロワパスのみ。まあ、なので、セールがこう、いっぱい降ってくれれば、ありがたいかな。2月で今、動画撮影してて、2月はね、なんと皆さん、バレンタインがあるんです。なので、クラロワで、まあ、バレンタインセールとか、まあ、なんか、いろいろあれば、ラッキーかなっていう。そんな感じかな。で、三つ目は、忘れたな。三つ目、なんだったっけ、なんか、ルールが三つあるんですよ。マジで、負けてしまったな。負けてしまったじゃね。忘れた。本当に忘れた。毎回動画内で言うようにしてるんですけど。あれ？負けたら、その瞬間、あ、負けたら、その瞬間終わりですね。はい、それです。はい、一番大事。この企画の一番メインというか、その、一番軸となってるルールですね。はい、負けた瞬間、この企画も、僕は終了、アカウントももうさよなら。はい、そういうね、企画でございます。さあ、ちょっとね、2連勝。なんなら、今日中に2000ぐらいぶっぱいけないのかな。頑張れば2000ぐらいいけそう。さあ、このね、パスがやっぱり優秀すぎる。これで欲しいカードを積極的に当てに行きたい。プリンスもいいんですけど、僕巨大スケルトンガチ勢なんで、なんか、後々ね、やっていくときに何のカードがいるかっていうのを、ちょっともう前半からもうすでにカードを絞ってます。まあこれは持ってないカードでいいかな。よし。まあそんなわけで次勝てば、うおー、取る高い。え？次これ勝てば、あれっすね。おう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 おお、次勝てば1300。マジアチャゲットのチャンスになりますね。まあ、ダクネとかもいたかな。まあ、ダクネよりはマジアチャ派です。さあ。さあ、来た！ネクロじゃねえ。マジアチャゲットだ。ここで、マジアチャをゲットしたい。あれ？待って。足りない？俺、これ絶対、普通だったら、31ぐらい。あ、もらってる。オッケー。捨てるか？いや、来た！
アリーナ超えの到達おめでとうございます。さあキング宝箱か、まあ、とりあえずゲットしたいと思います。さあポチっちゃいました。キング宝箱って何なんだろう、結構いいのかな、まあ、魔法の宝箱には及ばないぐらいかな。まあ、コウモリオーブン、しかもこれあのアリーナが上がったのでこう持ってないカードが今ねいっぱい手に入ってます。ゴーレム、まあいらないかな。ガゴガゴ、あマスキー、やばい、待って待って待って、もうレベル9はヤンキーすぎる。あと1枚。うわ、ロリママ、これめっちゃでかかったな。これキョスケとかだったらやばかったっすよ。スーパーレアっていやマジで手に入れにくいんですよ。16枚、お前か、お前が16枚、お前ロリママくん、いやーこれ使った方がいいというか絶対強いっすよね。ユニレベがだって9っすよ。これはねさすがにいるな。でもヤナアメも欲しいんすよ僕。一回ヤナアメさよならしようか。なんかタルババでもいい気がしてきたな。ユニレベ9はさすがにいやこれキョスケとかなんか他のだったら神だったな。待ってきた、ここでスーパーレア。いやゴブリンバレルはいらない、ペビドラも入れない。まあ、次ですね。キョスケ。いや、神すぎるやろ。神すぎるやろ。ちょっと待って、キョスケは確定。で、ベビドラは多分いらないかな。いや、スケルトン部隊、ちょっと恋しいよな。まあ、なんか、最近だとやっぱハンターとかも強い。ハンターとか、プリンス、いや、ハンターでいいな。ゴブリンバレルいらない、ネクロいらない。一番いらない。まあ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 、そんなわけで非常に大当たり。キョスケを稼ぎたい、キョスケを稼ぎたい。なんか今こう種類が少ないんですよ、持ってる種類が少ないので、この間にねちょっと一点狙いというか、いややば、ちょっと待って、レベル9になっちゃったよ。よかったのかなこれ。負ける要素がよりねなくなってきたな。まあヤナアメでもいい気がするんですけど、ロリババレベル9は使わなきゃ損でしょっていう。さすがに強すぎてね。まあ、そんなわけで、やば。最強になっちまいましたよ。よろしく。さあ、キョスケプラス、まあ、ユニット組むだけ高回転かな。もう高回転隠したがりと、どん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 やっていきたいですね。キョスケプリンス組んで、アイデジャイアント7。まあ、ユニレベ7って、まあ、普通に考えたら、ちょっと高いか、まあ普通ぐらいだと思うんですけど、僕にとってはもうね、弱すぎる。だって巨大スケルトン、これ9って、だってグラチャレとかと同じレベルですもんね。だって、ね、タワーレベル9か。タワーレベル9と一緒ってことですから、やば、3つも隠したな、相手と僕が今やってるってことですもんね、実際。さあ順調にねサンクラをゲットしていく。まあクラウン多ければ多いほどこのクララパスのこれがね進んでいくので、でこれなんかウルトラレアとスーパーレア、これ欲しいんですよ僕。これをねちょっと早くゲットしたい。でトロフィーがなんか4000いったらかな、いったらかこの35個のここ、もう一個の枠がウルトラレアで、ウルトラレアとウルトラレア、ウルトラレアは2枚ゲットできるように変わるらしいんですよね。まあ、なので、それはまあ、ほど遠い。ほど遠いんですけども、まあ、普通にスーパーレアでも僕嬉しいというか、まあ、なんならスーパーレア欲しいまであるですね。キョスケ乾燥させて、かな、なんか、キョスケあれば、ぶっちゃけどこでもいけ、どこまででもトロフィー上げられる自信があるんですね、僕。周りの方大事ですけど、さ、キョスケプリンス組んで、本当にね、何度見たことか、このね、キョスケプリンススケルトン。さあ、そんなわけで、再びサンクラをね、追っていきます。いや、余裕すぎるな、これ。正直、こんな余裕だと思ってなかったというか、もっとこう、苦戦するもんだと思ってたんですよ、僕は。ぶっちゃけね。そう、まあ、やったことなかったのと、このゼロからやるって、そう、したことなかったのと、まあ、なんか、こんなユニレベも上がると思ってなかったんですよ。なんか、課金できるとはいえ、なんか、こんなにリードできるもんなのっていうぐらい、リードできてるじゃないですか。さあ、プリンスで、うわ、ちょっと待って、やばい、待って、やばい、やばい。
ラバーハンドやばい。さあ、俺の、待って、やばい。本当に、やめて。いやー、怖え。ちょっとだけ怖い。危な。ちょっとだけ怖かったっすね。まあ、スケルトン部隊にタルババがなかったんですね。タルババがなくて、ちょっと怖くて、ハンターのエモもなんか微妙で、みたいな。さあ、まあ、ラバか。ウルトラ、初登場してきましたね。対戦相手でウルトラレア持ってること今までなかった気がするんですよね、僕の中で。僕の記憶が正しければね。なので、まあ、初めての対戦相手にウルトラレア持ちが登場と。いや、これ最強タルババ。レベル9なんでね。強すぎる。いや、これがハンターでいいな。で、僕あの、ヤナアメをあれにしたじゃないですか、さっき。タルババ。なので、ラバハウンドとかちょっとガゴ群れとかもしかして来たら、意外と嫌なんですよね。普通に空が嫌なので、そうなると、戻そうかななんて思うこともありますね、ちょっと。タルババ、ユニレベ高すぎるし、普通に強いと思うんですよね。まあ、だけど、スケルトン部隊とかガゴムリにも嫌な花が使えるので、まあ、嫌でもいいかななんて感じかな。まあ、ちょっとだけ焦りましたね。ちょっとだけ、はい、久々になんか、はい、緊張しました。ウルトラレアやべえな。やべえ。ウルトラだけでもう格上ですからね、強制。そうぐらいでいらない。マスク強すぎる。なんとなく、なんか5ぐらい。メガゴ。マスケぐらいなら嬉しい。さあ、キョスケかな。もう僕 100% キョスケを手に入れられる。でかすぎ。これもマスケ？まあ、マスケでももうレベル9になっちまったっすね。ちょっと待って。仕上がりすぎなんだよな、本当に。うわ、タワーレベル7になっちゃった。さあ、次勝てば1400。いや、ぶっ壊れだ、俺。今、玄関今日ぶっ壊れは僕です。はい、このトロタイ。早く下放されなきゃ。これやばいですよ、無限に登っちゃう。さあ、ケツキョスケして、またね、同じでございます。いや、プリンス逆サイド。これは、巨大スケルトンの後ろに、マスケット。攻めつつ、攻めのマスケットかつ守ります。これで、巨大スケルトンの後ろに、このマスケットがついてくれるんですよね。なので、攻めの形を崩さずに、今の相手のプリンスを守ることができるっていう、まあ、結構ね、大事なね、技です、皆さん。あ、待って、これタルババと今、ミスった。タルババとスケミスったが、あ、相手もタルババ持ってる。待って、俺の強すぎ強すぎて相手のタワーまで届く。え、強すぎやろ。さ、プリンス勝つーん。さあ、これは、まあ、スケで守って、このね、デッキに、やっぱ1コスをね、1枚入れるっていうのが、クラロワで結構、まあ、大事というか、別に入れなくてもいいんですけど、こう、1枚1コスがいることによって、カードをね、回しやすくなるんですよね。手札が、6コス、4コス、4コス、まあ、4コスとか、まあ、5コスとかになってしまう場面があったら、なんか、なかなかね、カードを回しにくいっていうか、なんか、1枚出したらもうあと1枚しか出せないとか、そういうことがよくあるので、こう、デッキには、なんかね、こう、重量級な巨大スケルトンとかも入れつつ、1枚だけね、こう、低コストな入れとくと、待って、相手うまい。戦いやすいかなっていうのありますよね。もっと、普通に。ちょっと怖いな。まあでもさすがに、ユニレベで勝てると思うんですけど、一番、今日一戦われてる。矢の雨じゃなくなったので、僕は攻めたれば必須ですね。大体、矢の雨かザップかちょっと怖いよね。さあ、タルババ、あれなかなか、普通の人じゃないですよ、これ絶対。うまいっすもん。これいきます。スケルトン豚読みタルババ。はい、僕も普通じゃないんですけどね。相手も、いや、うまい。マジで、これ多分ユニレベで結構仕切れてる感じで、普通に相手もうまいくて、けど、まあ、それ以上にね、ユニレベも全てにおいて僕の方が OP だったっていう、まあ、そんな感じかな。さあ、てか、相手トロフィー1400ですもんね。まあ、理論上格上。実力上では今のところ僕より格上の相手を撃破し、さあ、1400到達。からの？うわ、やば！これ熱すぎる。もっと強くなっちまう。キョスケ？え、来た、ここだ。うい！うわ、スーパーレア、まあ。てか、ウルトラ、全然ゲットできないですね。こんなに手に入らないんだっていうぐらい、ウルトラゲットできない。ウルトラマジで欲しいな。
ゲットした瞬間レベル9なんで、もう最強。最強、もっと最強になれる。よろしく、エルババスタンプでね、課金してるアピールしときます。いや、順調すぎるなあ。っさり負けねえかな俺。なんか自分でも、余裕こくすぎじゃねっていう、はい、そんな感じがねするんですけど、負ける気配がない。非常にウィザード、まあ、いらないけどね。なんか使うカードだけもう、もうガチなんで、あのこの負けたらアカウント削除ですけど、ガチですからね。普段のマルチトロアゲよりもガチですから。マジで。いや、5500、6000とかいけねえのかな。ちょっとね、こう、度肝をこう抜きたいというか、まあ、なんか多分、結構ね、リアルの方、人流低っ！待って。リアルの方で、なんかもう4000、500ぐらいからかな、多分めっちゃきついらしいんですよ。普通にもカンスト近いのがいっぱいいるらしくて、めちゃくちゃきついらしいんですけど、なんかもう、なんなら6000とかユニレベ12とかでいっちゃって、よぼ、さすがにすごいわ、みたいなところに行きたいっていう気持ちもね、ちょっとあるんですよね。さあ、ちょっと怖いですね。なんか、ザップとかを持たれてると、いや、ネクロが怖い。まあでも、このマスケ、レベル9がぶっ壊してるっすね、すべてを。で、これは巨スキっていい気がするな。で、タルババかな、スケルトン部隊用ぐらいのタルババだけ構えて。あはい、全然違うけど、ワンチャン突破できる。で、これでスケアミかな、スケルトン部隊。スケルトン部隊、スケール、なので、なんかいろんな呼び方あるんですよ。スケルトン部隊、スケブ、スケルトンアーミーって多分言うんですよ、英語で。だからスケアミーとか、なんかいろいろ言うんですけど、まあまあまあ、だから多分動画内でいろんな呼び方しちゃいますね。なのでごっちゃになんないようにだけ、はい。さあ、ネクロワンパン、ネクロちょっと前だってあれっすね、強化されましたよね多分。ネクロちょっと前に、ちょっと前の修正、もう 2ヶ月半ぐらいの前の修正で、ネクロと盾の戦士と、あと覚えてないんですけど、まあその辺が強化されたんですけど、全然使われてなさすぎて、なんか注目されてないんですけど、意外と強い。スケルトンの生成速度、最初の速度が多分速くなったんですよね。でもこの辺になってからまともな試合をするようになってきてんな。バルキリーとかだってユニレベやばいっすよ、僕の半分っすよ。だってこれでまともに戦われるってやばいっすよね。ちょっとさてはね、やばいっすよね。サブアカじゃねっていう。だってサブアカで僕やっててすごい僕格上じゃないですか。それにこんなに戦ってくるってやばくないですか、普通に。で、裏バルキリーで、この後スケルトン部隊来る、タルババア。ああ、俺の読み全然当たんねえな今日。さあ、左が落ちそう、いや右も落ちる。うわ、サンクラ取れない。待って、サンクラ欲しい。サンクラ、ま、サンクラ2クラ、いや、やばいっすね。あいつ、ホグレベル4とかでやってるんで、これ、結構上手い人っすよね、さすがに。さあ、まあ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 。ユニレベゲーしていきましょう。さあ、次勝てば、1500。いや、強すぎるんだよなぁ。何もユニレベとかも上がんないし、なんだろ ?1600 か。やば、ホバリングインドラバルーン、ウッド、ウルトラレアマジで欲しいな。いけそうですけどね、今日はよろしく。さあ、今日にセットのでも最悪です。金ペイと、やばい、待って、最悪、あの動画、あはは、動画、やばい、動画撮影中に足のしびれが切れて、今やばい、ちょっと待って、最悪、そんなことある。動画撮影中に座って動画撮ってるんですけど、足のしびれがやばい、やばい、ちょっと待って。しかも、実写でも何でもないから、こいつ何キモい声出してんのってなる。やばい、やばい、本当にやばい。やばい。この、やばいっすね。なんか、しびれが切れるっていうんですか。多分僕なんかそう言うんですけど。いや、もう、
何もしなくてもこうジンジンして、あの触れるとね、触れたりちょっと力入れたり動いたりするともう、あの何て言うんだろう、表現むずすぎるんですけど地獄ですよね。やーぶねー、今回対戦相手がこうね、さっきみたいなすごい上手い、決してねめちゃくちゃ上手い感じじゃなかったのが助かりますよね。まあ、なんとか1500到達した。なんかもらえねえのかな、プレゼント1500到達おめでとうみたいな、ないのかな。優しさ欲しいよ、優しさ。まあ、この流れだと1600いけちゃいそうな気もしますけどね。さあトム、よろしく。多分スタンプとかを返してくれると、やっぱ人間返してくれなきゃ人間じゃないみたいな。クアンに入ってなくて、英語の名前なのが、あのまあ若干ねボットっていうんですか、そういう可能性があるらしいですね。さあ、まあそんなわけで、余裕のね圧勝サンクラでございます。マジで僕が負けるとしたらというか、天敵はマジWi-Fiだとか、まあ、充電だとか、まあなんかこう宅配とか誰かが急に押しかけてくるとか、急に体調悪くなるとかぶっ倒れるとか、なんかもうね、そういうクラフはゲーム外、ゲーム内外でのこう何かトラブルじゃないとね、負けない、最強すぎる。さあマスケ相手イニレベ5ですね。いやでもこの蓋は上手い人じゃなきゃできないジャイフタ。さあファイボー、あでもマスケに当たってない。さあまあそんなところで、次勝てばまさかの1600、大工の作業場でございます。いや待って、やばい、これやばい。いや多分トルネは結構強いんですよ。 なぜならユニレベがね低くてもかんあんま関係ないからっていうんですかね、そのなんて言うんだろうね、ユニレベに影響されにくいからですね。はい、別にユニレベ11でも12でも普通に使えるから。よしよしよし、いやトルネゲットでかいな。キョスケトルネだと思うんですけどね、最終ゴールは。僕のデッキの最終ゴールはユニレベ12でキョスケトルネと、まあマスケットも正直格上5でやられちゃうんですけど、まあむずいな、まあ、バルーンでいい気もする。キョスケバルーン、キョスケバルーン最終的に組めたらハッピーとかかな。まあなんかそんな感じのね、まあ、軽くこう目的というかカード集めとかをする際の、まあなんか参考になるというか、決めといた方がねカード選びやすいし、まとその絞ってねユニレベ上げれるので、まあキョスケバルーンとか、まあキョスケと合うデッキカードかな、うん、それをちょっとこうできるだけ狙っていきたいですね。さあ相手は一軒だけ家を建てて逆サイの家をね捨てるっていうでもう一個の家も壊れてしまうっていうあの流れですね。さあもうこれはなんか勝ったっすね。来たー、1600だ、ここだ。いやこれマジででかいっすよ、1600。なんだろう、なんかセールがもう一回来い。さあ大工の作業場で解禁されたカードです。インドラウッド、ウルトラレアの可能性がね出てきてるのが嬉しいですね。マジウルトラ欲しい。さあこれは普通か、普通の宝箱。うお、白衣、うん、なんでそんなそんな大したものでもなかったです。あースケルトンいいですね。もうスケーは大好き。ミニペなんかあんまいらない気がするんですよね。僕一応デッキ入ってはいるんですけど。マスケだけ異常なレベルだな。ペッカーはキョスケにして。キョスケと他のスーパーレアも集めた方がいいのかな。いやでもキョスケだけでいい。うわ、バルーン、バルーン欲しいな。いらねえ。うわ、待って、キョスケじゃなかったならバルーンでよかった。そろそろデッキをいじっていってもいい気もするが。トルネいらないっすもんね、別に。うん。いや、でもこれ、なんかバルーンが今出てきたじゃないですか。だから、バルーンとかを考えたときに、この陸が多すぎるんで、僕ちょっとやばいんですよ。
その空に一応勝てるようにしとかないと、ラバもあって今バルーンもある状態なので、トルネードとかヤナメをちょっと入れときますね。じゃなきゃもしバルーンに当たった時にボコボコにされるんで、まあ、これで大丈夫かな。次が2000ですね。今1600か2000か、2000遠いな。2000でやべえ、待って、しかもウルトラレアゲットできる。ロイジェイとメガナイト、待って、ここ強すぎるな。このウルトラレア欲しいっすね。ウルトラマジで欲しいな。よし、ちょっとだけね、かじっていきましょうか。さあ、タワーレベル7。まあ、7が当たり前になってきましたね、今は。で、相手のトロフィーは1600と。さあ、まあ、そんな感じで、まあ、余裕のサンクラ。まあ、基本的にね、サンクラかな。そしたら、まあ、一応、こう、履歴をね、はい。しっかりね、もう一生サンクラです、負けてないですね、ちゃんとね、はい、証明されてます。僕何もズルしてないです。ユニレベだけズルしてるだけですね。よろしくー。初代アイスプレーンでレベルとか普通にレベル10とか、これスケルトン部隊でタワー折れるんですよね。いや、折れはしないか。いや、でもスケルトン部隊強すぎる。俺もなんかプレイがやばいな。なんかあのトロフィー、このトロタイの人と同じようなプレイになってきた。ハシマイプリンスしてるだけっていう。ハシマイスケルトン部隊とハシマイプリンスっていう、あの、PS がちょっとね、僕、合わせちゃってますね、僕側が。同じようなことしてる。さあ、どっから、さっきなんかあれっすよね、結構人間ゾーンがあったんですけど、急にこの、またまたね、お休み、墓場ゾーンを通ってますね。そう、ちょっと強そう。よろしく。タワーレベル6。だからやっぱタワーレベル低いと、この、を PS でカバーしてるみたいな。うわ、しかも見て、スタンプ来た。いや、嬉しい。嬉しいな。よろしく。いや、これはね、絶対強いっすよ。ユニレベル低いっすもんね。僕の3つも下。だってマルチやってて、僕あのタワーレベル13ですけど、10レベルのタワーレベル 10とやってるようなもんですからね、僕としては。いつものマルチで負けないっすもんね、それはさすがに。さあ、でもいい受け。うわ、待って、あ、待って、やば、え、今待って、え、今のさ、やばくない？今のってキング起動しつつ、巨大スケルトンでマスケット重視の場所をちょっと逆サイドにやったんですよ。マスケがいる、トルネで角度でこう、なんか、角度でいい感じに、ね、逆サイドに行かせたっていう。え？たまたまか、さすがに。いや、ボンバーが早えんだ。職人か？骨殺し職人。まあ、ロリババで、うん、まあまあまあ、ホグなんで、あの、トルネ大活躍だな、これ。さっきまでミニペでしたけど、トルネでよかったっすね。いや、こっからデッキもちょいちょい怖くなってきますね。こう、対空が怖いな。マスキハンターしかない。嫌な目。まあ、トルネあればなんとかなるかな。さあ、でもさすがに勝てそうだな。さすがに勝てそうですよね。これ真ん中スケルトン部隊最強で、マシマシスケルトン部隊して、これで竹をずっと取ってあげて、相手も取れない。あ、これ爆破で？グッドゲーム！よし、さあ。クラロはやめないでね。それだけ言わせて。よし。さあ、1700まであと1勝で宝箱がゲットできると。で、次の宝箱なんだ、あれ。レアか。レア確定。てか、レアだけの宝箱ですね。よしよしよし。いや、ホバリング、僕ホバリング好きだけど、多分この企画ではマジで雑魚。この企画で雑魚なカードはいらないですね。マスケ！いや、マスケこれユニレベ10いけるんじゃない？近々。スケバレゲットー！ 10 は強すぎるか。10は強すぎるかもしれないですけど、まあ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 、よろしく。よし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 。やべえ、今日でやばいっすよ。僕だって1200ぐらいから、はい、開始したっすもん、今日。で、すでに1700なんで、もう今日だけでトロフィー500も上げましたね。
となればもう満足、撮影機は満足ですね。もうお腹いっぱい。次回これちょっと2000だな。これマジメガナイト欲しい。てかウルトラレイヤー欲しいな。ね、ウルトラレイヤーやばいっすよ。これゲットしたすぎてやばい。はい、まあそんなわけでね、ちょっともう余裕がね今続いてるんですけども、まあ、ね、ちょっとこう、まあ、舐めすぎない程度にね、はい、頑張っていきたいなと思います。次回2000、またウルトラレアゲット目指していきたいと思います。そんなわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。